こんにちは、ゆきです。本日は癒しを求めて普段お世話になっているヘアメイクハチさんのところにちょっと来たんですけど、ヘッドスパのサロンをオープンしまして、名前はね、かわいいですよね、首から上の話という、はい、中野弥生町にあります。ちょっと頭マッサージするだけでこう引き上がったりとかもするから、結構ね、癒されたい時にすごくいいですね。ということで、ことちゃん行きましょう。行きましょう。はい、はい、こんにちは。こんにちは、ゆきさん。ようこそ。お久しぶりです。ありがとうございます。どうぞ。いいですか？おかけください。早速。ちょっと。ここはカウンセリングの。はい、カウンセリングと、最初ちょっとお茶出すので。はい。荷物と。ありがとうございます。オープンおめでとうございます。ありがとうございます。大変でした、リフォーム。そうですよね。本当になんか、全然こんなになると思わないぐらいボロボロだったんで。うん、一応90分、はい、75分、はい、60分、30分っていうコースがあるんですけど、30分はもう本当に凝ったからちょっとだけサクッとやりたいみたいな方向けで、はい、60分はまだヘッドマッサージ試したことない人のちょっとお試しみたいな感じ で75分が一番人気で、うん、まあちょうどいいぐらいの長さだと思うんですけど、で90分は本当にお疲れの方に結構しっかり一箇所一箇所もめほぐせるんで、うん、結構おすすめなコースです。で後々一緒にフェイシャルもできるようにしていこうと思ってて、うん、もうきっと相乗効果でめっちゃ上がるはずなんで。確かにそうですね、なんかグイッとこう引き上がりそうですよね、うんうん、それも楽しみです。楽しみです、はい、じゃあ早速、はい、移動しましょうか。じゃあ5、2回目、はい、はい、ありがとうございます。あ、すごい素敵ですね、風鈴の音が、ね、すごい、あ、はい、いい感じ、ね、いいですね。コンセプトみたいなのあるんですか？おばあちゃん家に、うんうん、日曜日の昼下がりとかに飛行機の音とか鳥の声とかが聞こえながら、なんとなくなんか ふわふわと眠くなって寝るみたいな、そういう感じで癒されてくださいみたいな感じです。もう伝わってきました。着替え一応不要やるんですけど、はい、どっちでも大丈夫なんですけど、はい、もし服汚れるっていうかシワシワになって嫌だなとかっていう方は着替えてもらって、はい、もうめんどくさい方はそのまま、はい、どちらでも大丈夫です。なるほど。なんかこうオイルとか使ったりとか今日はしますか？オイルとか基本なくて、はい、もうドライなんで、はい、もう本当に指圧するだけみたいな感じなんで汚れたりはしないんですけど、はい、ちょっとせっかくなんですぐデニムってあれなんでちょっと靴の方かなと思います。こちらに着替えます。はい、行きます。じゃあハチさん飛びましょう。はい。はい、せーの。はい。はい。していただきました。はい。ということで、普段は寝てる時に何かこう何か乗っけたりするとかするんですか？そうなんです。はい、玄米のアイマスクっていうのですかね。を置いて、はい、ちょっと温めたやつを置いて。はい、でその重みもいいし、はい、暗さもいいし、匂いもいいしっていう感じで、これまた寝ていただきやすいです。で今日はちょっとその撮影するので、ちょっとね、現場に乗せてマスクしちゃうと完全に誰か分からなくなっちゃうので今日はマスクちょっと口開けちゃうかもしれないんで気持ちよくて、はい、でマスク着用でさせていただきます。はい、お願いします。はい、最初炭酸スプレーでちょっと血行促進していきます。シュワシュワしてる。いいよ。めちゃくちゃ気持ちいい。これ夏場にすごいもう。いやー、暑い中来られた時、うん、多分めちゃすごい涼しくなっていいと思います。音だけで気持ちよさそう。うん、では始めます。はい、ともみさんに、はい、ここからは、はい、天の声の、はい、ともみさんは通常お店にいらっしゃる、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
やっぱりマッサージとかするときに、なんか、うん、緊張していくと思うんですよ、うんうん、初めてのところだと。でもなんかね、もうハチさんもそうですけど、本当に今日ともみさんに初めましてだったんですけど、すごくなんかやっぱこう、なんだろう、優しさが伝わってきますよ、ね、うんうん、カウンセリングもめっちゃ細かくやってくれます。へー、いいですよね。どういうことを聞くんですか？普段のやっぱり生活とかがあのお体に出てくると思うので、うん、少しずつ聞ける範囲でお伺いはしてます。ハチさん、私脇のリンパですか、今やってるとすごい凝ってること分かります。ここあのその脇のリンパのところってやっぱり詰まりやすいので、はい、あの猫背になってたりとかすると、はい、やっぱりここら辺の筋肉が硬くなって、はい、あのリンパがつなあの詰まって下に流れていかなくなっちゃうんですよね。へー、まあ、すごいなんかあすごく詰まってるんだなって自分分かりました。普段押したりとかしないんで。そう、意外とデコルテって、はい、なんかマッサージされないっていうか、うんうん、な感じなんで、この前から押されるのあんまりなくないですか？確かにない。ないです。なんでこの時にしっかり開いて流してもらって。これは今腕ですか？今、はい、背中、はい、起立筋っていう、はい、背骨のちょうど横にある筋肉、腰の方から頭の頭蓋骨の下までつながってる筋肉のところをほぐしていってます。すごい気持ちいいです。そうですね、やっぱりあのデスクワークされてる方とかは結構あの前にあの体が倒れてたりすると、うんうん、今施術してる背中の筋肉が結構凝ってたりとか、うんうん、あとはやっぱりあのストレスの多い仕事とかの方とかは、うんうん、あの食いしばりとかがあったりするので頭の横の筋肉が凝ってる方が多いかもしれないですね。ことちゃんも寝てしまいますよね。寝てしまいますね。やっぱ皆さん寝られますか？ほとんどの方がもうすぐに寝られますね。そうですよね。営業時間聞いてもいいですか？ちなみに、はい、営業時間が11時から19時までになりまして、最終の受付が18時でございます。かしこまりました。こさちゃん間に合いそうですか？お昼にちょっと駆け込んで。あれですか、あのよく最近の自律神経系、あ、ね、うんうん、そうですね。やっぱりあの人に触られるっていうことも結構、うん、その幸せホルモンって言われる、はい、あのホルモンが分泌されるので、それだけでも効果があるかと思います。へえ、すごい。うわ、これすごい気持ちいいです。首が伸びてる。あ、なんか首長くなりそうですね。これ首のところを指圧というか指で押してる感じですね。自分でこうやったりするんですか？そうですね、やっぱりこの仕事を始めてからは、はい、あの頭皮をマッサージすることの大切さが分かったので、はい、自分でもマッサージするようにしてます。まあ、頭皮やるとアンチエンジング効果もありますか？ありますね。やっぱり頭皮が固まってしまうと、はい、毛細血管に栄養がいかなくなってしまうので、はい、あの薄毛になったりとか白髪の原因になってしまうので、うん、そうなんですね、はい、やっぱりしっかりほぐした方が健康な髪が維持できるかなと。そうなんですね。それに加えてその頭皮をほぐすことでリフトアップ効果もあるので、はい、ダブルでいいことがありますので。もう強さ加減が本当にちょうどいい。最高です。結構凝ってると思います。なんかすごい本当に一番本当に頭が朝起きると重いです。本当にこの側頭部、そうそう、ゴリゴリ言ってますよね、この辺多分。あ、そうなんです。そう、あのその頭の
横の側頭部の筋肉が凝ってしまうとたるみとかシワにつながってしまうので、やっぱりそこをほぐしてあげると全体的にリフトアップするっていうのがあるんですけど、あとはその耳周辺とかにもツボがあったりもしますね。耳をほぐすとなんかこの辺の一体の血行が良くなるっていうか、めちゃくちゃ気持ちいいですよ、うん、耳いいですよね。もうツボもいっぱいだし、うん、耳は自分でも多分やったら全然いい。確かに血行の促進、いいと思います。自分でやるんだったら、耳の中から、こう耳の中からこう上下横ってこういろんなとこに引っ張るみたいな感じでやると、それも結構気持ちいい。確かにグイッといきますね。眼精疲労とかにちょっと効きます。確かに。タチさん、これはあれですか、例えば通いたいってなった時に、何かその回数券みたいな、回数券一応75分で1枚で買うと1万560円なんですけど、10枚で買うと8万8000円っていうちょっとお得な回数券があります。でそれはプレゼントしてもらってもいいし、自分で使ってもいいしみたいな。それいいですね。だから一緒に買うとかでもいいかもしれない。とか、確かに。だって1回がすごく割引になるから、しかもやるだったら75分やりたい、確かに。自分にもいいし、ご家族にもその券使ってって言って渡せるのもいいよね。私も最近なんか通うってちょっと大事だなと思って、そういうの回数券で買うとちゃんと行くんですよね。それはね、すごく思いました。ちゃんと習慣づけさせる。関水さん、奥さんにプレゼントとかいいんじゃないですか。そうですね。だんだん年齢上がってくると、なんか物って難しくなるから、こういうプレゼントってあげやすくないですか。そうですね、疲れてるし、奥さんとか特にめっちゃ良さそう。そうですね。ヘッドスパでこうなんかつけるタイプのやつとドライのやつとあるじゃないですか。となんか違うっていうか、美容院の方の、美容院の方のヘッドスパは毛穴の汚れを取るのをメインにしていて、こちらがその凝りをほぐすっていう方がメインになってますね。こんな感じでした。昼寝つけときます。昼寝オプションで、こうやってこうやって寝てこられますね。ありがとうございました。やっぱりこの後ろらへん結構凝ってたんで、私ここですか。眼精疲労とかも結構ありません？あります、こことここの首の後ろとですよね。でもすごいやってもらっても爽快っていうか、なんかこのここら辺のだるさもあったことに重すぎて気づかなかったけど、この辺も実際だるかったんだなと思ってやってもらったら、ここもねこう気持ち、なんだろう、開く感じしますね。はい、じゃあ予約の方法を教えてください。あ、インスタとかにも貼ってるんで。なるほど、そこからでもいいですし、普通に首から上の話で検索してもらっても出てくると思います。なるほどです。ハチさん、やっぱりそのメディア等だったりとか、そのちょっとお仕事でメインがそちらなので、こちらの、首から下の話、上です。でした。ハチさん、ごめんなさい。よく気づきましたね。ボケたかと思って。そう
では皆さん、さようなら。